すいません。本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。鶴岡市議会議員の草島真一です。今日は、この3月議会、また今国の政治もいろいろな動きがありまして、そのことだとか、いろいろお伝えをしたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、今日はこの地球前から始めました。というのは今日はアースデーという日です。アースデーという日、今日4月22日なんですね。アースデーっていうのが実は全米、1970年の4月22日の日に、この日に全米2000万人が、行動しました。どんな行動をしたかっていうと、例えばニューヨークで2時間歩行者天国にして、これは世界で初めての歩行者天国、車を2時間そのニューヨークの市内からシャットアウトはもう締め出して、そこに市民がなだれ込むみたいなことで、そんな歩行者天国にしたり、あとは当時は戦争の反対運動なんかもしてて、ティーチインっていう、要するにその、ゲストスピーカーにどんどんこう講演をさせるだとか、そういうのをやっていて、それを地球を守ろうという、その環境保護っていうのをテーマにティーチインをしたり、あとフリーのロックコンサートとか、そういうことを4月22日の日にしていました。お時間だったら後で動画なんかもお見せしたいと思います。それが地球の日という日でして、これが、アメリカの環境保護活動の始まりとも言われています。でこの地球の日をきっかけに、アメリカの、環境保護の、法律、あとは水のウォーターアクトだとか、いろんな、法律が、この時を契機にですね、政治もいろいろ動いて作ってきた、そういう歴史があります。で、今日はこんな日でもあるので、ちょっと環境ネタをいくつか、皆さんにお伝えをしたいというふうに思います。で今日は実は、中澤みゆきさんらのエシカル省内っていうのは企画をしてビーチクリーンナップをしてました。で私も8時から1時間ほど参加をしてきましたけども、大体30人ぐらい集まってこういうクリーンナップ、要するにそのゴミ拾いですね、行いました。でそうするとですね、こういうものが今日も出てきます。こういうのレジンペレットって言いまして、私も実はビーチクリーンナップは20年前、議員になる前から取り組んで、十何年か続けてたんですけども、その時からこのレジンペレットっていうのはありまして、これは何かっていうと、これも全てがプラスチックでできてるわけですけど、これを作るための中間生成物、工場の途中で、こういうものを作って、これを型取って、こういうのが作られるわけですね。こういう中間生成物がなぜか海に大量に出ておりまして、これは一つのマイクロプラスチックの一つだと言われています。あとはこれはプラスチックの破片なんですけど、これはまさにそのプラスチック、こういうものが海に流れて、粉々にはなるんですけども、このままずっとあり続けるっていう、そういうものです。で、今日もクリーンアップしながらこんなの見つけて、まだあれだな、まだあるなっていうふうに思ってました。で、これ実際のレジンペレットなんですけど、今日拾ってきたやつなんですけど、こういうのがあります。で、このマイクロプラスチックの問題はさ、この10年ぐらい前から、いろいろ問題になりつつありますけれども、まだ根本的な解決には至ってない問題です。ただ G7、 今回の G7 の中でもこのマイクロプラスチック問題もしっかり頑張りましょうっていうことにはなっています。で、やっぱり環境ネタでいうとこの問題あるなっていうので、お伝えをしたいと思うんですけれども、これはまさに2011年の3月11日福島原発が爆発、あれは12日でしたかね、その初めの水素爆発は。で、
爆発事故を起こし、メルトダウンをし、まさにチェルノブイリ原発よりも深刻な、原発の、事故を引き起こしたのが我が日本という国です。だんだんこう忘れかけられようとしていて、なかなかこの絵も報道なんかでこう取り上げられなくなって、私たちはこう12年しか経ってないのにもう忘れ去られようとしている感じがするんですけども、はい、それでこの4月15日先週の日曜日、何が起きたかっていうと、これはあの4月15日の絵ではありませんが、ドイツです。これはドイツのある原発ですけど、ドイツはあの38基原発がありました。でその原発をこうやって一つ一つ廃炉にして、で、2011年には17基あったんですけど、その17基全て停止をしたのが先週の日曜日です、4月15日。まあいくつかの報道はありましたが、大きくは取り上げられませんでした。でもドイツはもう確実に38基あった原発をゼロにしました。まさに先週の4月15日っていうのはこの歴史的な日です。まあ、これはあの4月15日の映像ではありません。これはフィリップ原発っていうのがあの廃炉になったのを、ドイツの住民の方が撮って、でドイツ の私の友人から、映像を送られてきまして、今日お伝えすることができます。まあ、こうやって一つ一つ原発をゼロ、廃炉にして、ゼロに、まあ、完全に停止というのが4月15日です。まあ、実は2022年の末にゼロにしようというものことをですね、この2011年の、3月に事故が福島事故があって、その時メルケル政権が、4ヶ月後に国会に脱原発法というのをかけまして、4ヶ月後にその国会がその脱原発法を可決して、その原発法というのは2022年の末に全てゼロにするっていう法律なんです。それを確実に実践をして、年末はちょっとウクライナの情勢もあって、伸びましたけれども若干伸びたけれども、4月15日に確実にゼロにしたっていう、そういうことなんです。で、先日来日したレムケ環境大臣、まあドイツの中でも本当にこれゼロにしていいのかというのが保守系の議員からもいろいろ言われたりしてるんですけれども、ドイツ環境省、これはあの BBC で報道されたものなんですけども、ドイツはチェルノブイリのようなヒューマンエラーにせよ、福島のような自然災害にせよ、あるいはロシアの戦争によってウクライナが受けているような攻撃にせよ、大惨事となる事故が再び起きないようにするために原発を閉鎖するのだ。その上で再生可能エネルギーの方がより安全で持続可能性が高く、気候にも優しく、経済的にも理にかなっているので、ドイツは原発を必要としていないということをこのレムケ環境大臣は明言をしました。で、まあ、この、レムケさんは、ドイツの緑の党に所属しています。まあ、緑の党というのはドイツで結構強力ですね、絶対原発ダメな政党です。で、ドイツはですね、今再エネがですね、2000年は再エネ 6.6% だったのが、再生可能エネルギーがもう 43.9% になってます。これだけもう再エネ増やしました。で、原発をどんどん減らして、これでは 6.5 になってますよ。これもゼロということになります。で、これはドイツ在住のジャーナリストの熊谷さんという方から、のレポートでこういうふうになります。それに対して日本はどうなってるのか気になりますよね。何パーセントだと思います？はい、日本は、これ最新データ、ICEP の最新データで 22.7% なんですけど、そもそもある水力って、これダムの水力なんですけど、
水力 7.1% なんで、まあ、15.3% なんですね。福島原発で、まあ、あれだけのことがあって再エネ普及させる普及させるって言ってんですけど、まだこういう 22.7% だし、水力がそもそもありましたから 15.3% しかこの12年間努力しなかったっていうことなんですね。で、今何が起きてるかっていうと、グリーントランスフォーメーション法案っていうのが国会でかかっていまして、今徹底審議中です。で、GX 推進法案と GX 脱炭素電源法案ってこうなんかとっつきにくいですよね。どう考えてもとっつきにくい。その中には実は電気事業法と原子炉等規制法と再処理等処理拠出金法と再エネ特措法とあと原子力基本法って、もう原子力どう進めるかの基本中の基本の法律が組み合わさって束ね法案で出てるっていうのがこれなんです。束ね法案ってどっかで聞いたことないですか？束ね法案ってあの安全保障のあのまさに集団的自衛権行使容認のあの安保法の時に、あの時もいくつかの束ね法案がかけられてろくな審議も得ずにあれ強行採決されちゃったんですけど、まさにこの束ね法案で出ていて、この基本中の基本の原子力基本法なんかはもうしっかり国会で議論しなきゃいけないのに束ねています。で、国民にとってはもう全くよく分かんないような、こういうグリーンだとか言ってですね、グリーンだとか言ってこういうもう あるんですけど、中身はですね、火力発電温存原発救済推進、要するに原発回帰法なんです。まあ、ドイツはもう脱原発しちゃったのに、日本は原子力ガンガンまた進めようっていう、それをこの GX 法案とかつって脱炭素だと言って、表面上は脱炭素だと言って中身を原発ガンガン進めると、再エネよりも強烈に進めるっていう中身でして、今あの国会周辺は、毎日デモが行われてるんですけども、なかなか山形は静かですよね。で、報道も静かです、ね、なんでこんなことになってるのかなって感じがします。で、今あの G7 の、先日環境エネルギー環境大臣会合っていうのがありました。で、まあこれはあの G7 先進国7カ国が集まって次の対策を練りましょうと。で、まあ、あの地球温暖化の防止をしなきゃいけないですから、あの頑張らなきゃいけないんですけど、一応洋上風力を150ギガワットまで、また太陽光を1テラワット以上増やしますというのは決めました。でもですね、日本が反対をして2030年までに石炭火力を全廃する、これ必要があるんですけど、2030年までというのを決めませんでした。これは一つの大きな欠陥です。そして日本の GX っていうのをこれ書き込もうとしたんですけど、原発の新設だとか運転延長だとか、あとは日本のですね、火力は水素アンモニアとかを、あとバイオマス混焼って木も一緒に燃やし合いと混焼すれば火力も大丈夫だみたいな言い方をして、でこれをさらに進めようみたいなことで提言をしたので、これ各国からかなり批判を買ってます。で、なおかつ2030年までに石炭火力全廃するっていうことに対して日本は反対したので共同声明に含まれなかったんですね。だから何のための G7 の会合だったのか、これもしっかりなかなか報道されてません。で、もう一つは原発は最大のグリーンウォッシュ、まずドイツはもう脱原発してますから、原発なんて持続不可能だろうって言ってるのに、あの日本はこれやろうとしたので、あの、この原発に対しては賛同するところだけはそうしてもらいたい、じゃあなんかこう、賛同するところだけはみたいな、あの正し書きになっていて、もちろん G7 で、同意はされませんでした。当たり前のことですけども、そういうことになってます。で、まあ私が今、風車のことを取り組んでいて、この議会報告でも、2枚目からのページは風車特集、大特集を組ませていただきました。
特に、この半年くらいですね、風車層が健康にどういう、影響を与えるのかということについて、全くなんていうんですかね、その国も県も湯沢町も酒田市も全然そのなんていうんですかね、なんでもないんだみたいな風に捉えたり、実はこの鶴岡の鴨、に建てようとしている風車の事業者も、いやいやそんなのなんでもないですよって言うんですけど、なんでもなくはないことが分かりまして、それで、その先生方と一緒に調査をし、実は昨日、おととい、県の方にも行って、県の方に、改めて再質問状を出したりしてきたところなんです。なので、ここからちょっと風車騒音のことについてお話をさせていただきます。これは実は県庁の記者に対しても、お話した内容なんですけれども、まあ、風車音っていうのは、私たちこれ聞こえる音と聞こえない音いろいろあるんですけど、私たちの聞いている音っていうのは1ヘルツから1万ヘルツぐらいの音って言われています。で、風車音は1から100ヘルツの低周波音っていうのは大きいって言われています。で、低周波音の中でも超低周波音って言われる1から20ヘルツぐらいの音ってほとんど聞こえません。はい、こういうことです。で、まあ、低周波音の特性っていうのがあって、これは距離をとっても遠距離まで届くということだとか、障害物があっても回り込んで音が届くだとか、部屋の中に入っても部屋の中に透過しやすいとかという、あと共鳴して、まあ、逆に大きくなることがあるっていうことだとか、そういう特徴があります。で、まあ、実際この三世の風車の音ってこんな音なんですよね。これは 800m ぐらい離れたところで撮ってます。そうなんです。これはモーターの音とかではなくて、プロペラが風を切って、知ってる。で、聞いていると空がこう鳴るっていうか、よく飛行機ガーッと飛ぶと、なんつうの、こう残響音っていうか、こうゴーってこう音するじゃないですか。あれがもうずっと連続して、シュワン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 っていう、そういう感じで聞こえる音。そんなに音出るような周りのスピードでないような感じだけどな。なんですけど、これゆっくり回ってるように見えるんですけど、末端の速度が300キロぐらいなんです。速さ、そんなに。そうです、はい、すごくゆっくり回ってるみたいな。ゆっくり回ってるもんな、はい、普通周りプロペラが見えないぐらいだったら話もあるけど、そうそうそう、こんなだからの音なんか出ないと思ったけどな。大きさが大きいので。あ、はい、じゃあプロペラを小さくすればいいんじゃない。そうするとあれ効率悪いか。はい、効率がいろいろあったりします。ちっちゃくするとね、またいろいろ問題があったりして、ね、で、この風車騒音の問題については、秋田県内で、由利本荘だとか肉羽本にいっぱい立ってるじゃないですか。そこで、21件の訴えがこんだけあります。で、その中では、例えば耳鳴りがするとか、あとは気づくと近づくと頭痛がするとか、あと睡眠障害ですね。2キロ離れたところでも睡眠障害の訴えがあるっていうのはこの辺り何件かあるんですけど、この睡眠に影響するっていうのが結構深刻なんじゃないかっていうのがここ、ね、でもよく分かるかと思います。で、この風車騒音についてはなんで行政とか事業者が相手にしないかというと、環境省が指針をこれ出してまして、2017年5月に出していまして、
これはもう全国自治体に通達されたんですけども、この書き方がですね、これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が人の影響に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられるってなってるんです。これ行政用語な、官僚用語なんで、なんかよくわかんねえなって感じもするんですけど、これをよくですね、影響を及ぼす可能性はないと考えられるというふうに、特にまあ山形県、秋田県ももうないですよと、だから1キロぐらい話せば全然大丈夫ですよみたいな話をするんです。で、根拠となっているのがこの環境省の指針なんですけども、ここに重大な欠陥がありまして、ここについて、私がお世話になっている北海道大学の田草潤太助教という方と、大分県立環境科学大学の、影山孝之先生が、私インタビューをしまして答えていただきましたので、田草先生とはこう Zoom っていうので、あのオンラインでずっとやり取りしてまして、実は川田隆平参議院議員と一緒に環境省とも一緒に交えて、2回にわたって2時間ずつだから4時間ぐらいこう環境省とやり取りして、ああこの辺がよく分かってないんだとか、この辺が問題あるなっていうのをあの実際把握をして、でその後その影山先生とはこの1月の、28日ぐらいにちょうど大分に行く視察があって、ちょうどその大分市に行くので大分市で会えませんかって言ったら、ちょうど会えますよってことだったので、その影山先生にお会いして4時間ぐらい飲み会に付き合って、でその後 Zoom で、あのインタビューしたのが今これから皆さんにお伝えする映像です。まず田草井先生、2016年に発表された論文なんですけれども、風車騒音と不眠症のリスクが、全国規模で1079名を対象にして調査された論文です。でこれが41デシベル以上のグループで優位にリスクが上昇している、4倍5倍になっていると。まあこういうことを考えると、まあもちろんというか風車騒音によって健康影響が生じるっていうのはもうどちらかというと明らかなのではないか。はい、でその1000人規模の疫学調査されたのが影山先生です。風力発電所の風車ではよく超低周波音が悪さをしているという話が話題に出るんですけれども、はい、聞こえる音も確かに出ているんです。実際にじゃあそれをたくさんの風力発電所で測ってみようじゃないかと、同時に、人体に何か影響を及ぼすとすれば、睡眠影響が一番影響出やすいだろうと、それを調べようと、そういうことを考えました。一方人への影響の方なんですが、私たちはある程度深刻なものだけを拾うような質問の仕方を開発しました。これは、国際的な精神障害の診断基準の中で、これぐらい頻度とか程度が、深刻であれば、不眠と言ってよいだろうというふうな、程度であります。全国に3つの調査チームを編成して、東日本、中日本、西日本と、それぞれ、3年くらいに分けてですね、風車の周りの住民の方に、方のお家を一軒一軒回って、聞き取りをした結果であります。で実際に分析してみると、確かに、屋外の騒音レベルが高いところでは不眠の方が多いと、統計学的に優位に多いということが分かりました。外にですね、風車のような音源があってシュッシュッシュッと規則的に、音を発している場合には、睡眠に影響することがあって当然だろうというふうに考えております。よく眠れないという状況が、長く続けば何がしかの健康影響が他にですね派生してきてもちっともおかしくないので、やっぱりこれは放置して良い状況ではないというふうに私たちは考えています。不眠
まあ、あるかないか1か0かのデータですね、はい、1か0かに分けて、あ、ごめん、あ、は買いました。ああ、違う違う違う。すみません。長く続けば何がしかの健康影響が他にですね派生してきてもちっともおかしくないので、やっぱりこれは放置して良い状況ではないというふうに私たちは考えています。不眠があるかないか1か0かのデータですね、はい、1か0かに分けて、不眠が何倍くらい多いかと、これが1倍より明らかに多ければ、まあ、統計学的には有意の違いだというんですけども、5倍であれば十分何かあるぞというふうに、まあ、一般的には疫学で考えます。規則的間欠的に発する音っていうのは定常的な音よりも睡眠を妨害しやすいっていうことが分かっていて、なるほど、同じデシベル値でも、まあ、睡眠に影響しやすいタイプの音だということが実は言えるので、睡眠影響は生活影響であって健康影響ではないと言い張る人がいるんですが、私はそれは健康影響の一種だと考えています。環境要因によって十分眠れないと、不眠があるという状況は、まあ、十分今の定義にあたる健康が侵害されていると言ってよいだろうと思います。風車による、騒音レベルが、まあ、高いような場所に人家が存在するというふうな、まあ、そういう条件で建設すべきではないということですね。風車の音は結構目立ちますので、やはりあの立地条件として、まあ、十分人家から距離を取ると規模が大きいものだとそうですが、それを考えるべきだろうと思います。風車の騒音が睡眠を妨害しているというデータは我々が得ておりますので、これから新規に建てる場合にはそういうことを増やさないように、お家の外で、41デシベル以上、まあ、高いデシベル値にならないような計画を工夫すべきだろうと思います。さっきの、あの指針に対して直接的にっていうのはその睡眠以外の病気を引き起こしているとこのデータから直に言えるかっていうと他の病名はつかないよという程度のことであって、なるほど、じゃあ 眠れなくても構わないのかっていうと私は問題だと思っています。ですから、はい、ちょっとその言い方は正しくないだろうなと思っております。うん、じゃあ実際にある計画が、ね、あったときに、どの程度の範囲まで影響が及ぶ可能性があるのかと、これをあの計算するというのはあの自治体ですとか住民の側には簡単ではありません。そこに、まあ、建てる位置とか風車の規模とかを変えたらどうなのかということを含めてですね、いろいろシミュレーションをすることが、まあ、容易になったという点で、あの非常にあの便利なソフトだというふうに評価しています。これからあの風車を建設すべきかすべきでないかと議論するときにですね、こういうふうな客観的なツールを生かして、はい、ていくのがいいんじゃないかと思います。なるほど、はい。まあ、この2人の先生と、調査研究をこの半年進めてきました。で、あの田草先生という岡田大学の、先生が、この開発をして2022年の春に、風車騒音や騒音制御っていう、学会誌に発表したのが、この H ディスクっていうソフトウェアでして、それにあの私たちが、その風車のデータを入れるとこういう情報が出てきます。例えば不眠症はこれ39人、カモの場合カモにこうやって立てると39人の不眠症のリスクが出るということ、
あとは入眠妨害っていうのを示す環境省参照値っていうのがあるんですけども、それでいきますとかなり大勢の方に影響して41デシベル、80ヘルツだと1万6809人に影響を与えるんですけど、そのうち、入眠妨害に至るのは1600人、10人に1人、1600人が影響する、入眠妨害の影響を与えるっていう、そういうデータが出てきます。まあ、カモの場合はこんな感じなんですね。で、実は今ここの3008森にもう風車が、5本立ってるんですけれども、今 JRE というところが計画しているのはここの矢引というところにも計画をしています。これは今環境アセスがかなり進んだ状況で、環境アセスはもう最終段階まで来ていて、もう作られる寸前になってるんですけれども、これでもですね、これ 4.3 メガワットを7基という計画なんですけど、こういうのを建てるとこの三世の八森のものとこう重なるところなんかあって、三世のこうど真ん中の三世のところとかが結構影響して、不眠症リスクはさっきよりも多い71人っていう、そういうデータが出ます。で、この環境省参照値だとこのもうかなりこれも大きくてですね、まあ、もちろんさっきのもユーザー、ユラが入りますし、あとこれだとこっちの方だともうユタ川までかかってしまうみたいなことになっていて、これも6514人に影響して651人の方が入眠妨害っていう、要するに寝入り鼻に影響する可能性があるっていうことが出ます。で、まあ、こういう値を出して、質問したのが昨年の12月議会でした。ただこれ働きかけても行政的にもさっきの指針がありますから、いやー私たちにそう言われてもねという回答なんですよね。で、この問題は国の指針を変えなきゃいけない問題でもあるし、今実はその川田隆平議員やあと辻元清美議員の秘書の方なんかを通じて、なんとかこう環境委員会とかで、まあ、質問できないかということで、今その質問を狙ってですね、立憲民主系とあと令和系の議員たちに、議員だったり秘書の方に情報を伝えて、一回国会行きまして、情報共有をさせていただいて、まあ、これから何回か行って、しっかり、質問していただきたいと思ってます。で、まあ、ちょっとだけ他の地域のことになりますけど、これ実は昨日、おとといか、おととい、県庁で、県知事に対してこう質問状を渡して、会見をしたんですけれども、湯沢と酒田の洋上風力のことについてちょっとお伝えしたいと思います。で、洋上風力、今ですね、湯沢の計画はこんなことになっています。離岸距離、1.852 だから約2キロ未満、2キロ未満で15メガワットかける52基。っていう計画です。これ15メガワットっていう風車って、実は酒田港のあたりに結構風車あるじゃないですか。あの風車って何メガワットなのか分かります？あの風車はだいたい2メガワットです。で、酒田港湾の近くで一番大きいのは3メガワットで、最近庄内町にこうね、山沿いに立ったじゃないですか。あれが 2.3 メガワットです。あれでも結構大きいのに、これ15メガワットなんて、高さ300メーター近いんです。東京タワーみたいな高さなんです。これを52にグワーッともう並べようって計画なんですね。で、まあ後でもうお話しますけど、欧米12カ国はちゃんと22キロちゃんと離して建ててます。うちは2キロなんで、こういうことをやるとこうなりますよ、景観は。これはユーザーの、風力、洋上風力を考える会の皆さんが、モンタージュ写真を作ってくれたんですけれども、この間は2キロでタワーの高さが300メーター近く立てると、ここで海水浴してる人がいますけど、
こういうことになるっていうのを、ユーザーの風力の考える会の皆さんがこれ半年前ぐらいに作ってホームページなんかで公開してるんですけれども、県は相手にしてくれなくてでそういうの出されたんだから県は出したらいいじゃないですかね、自分たちでちゃんとこういうの、県は一切こういうの示してません。そして言ってることを聞いてると事業者が決まって、確実にその大きさが決まってその後で提示しますって言うんですけど、こういうものを提示しないで今まで今の法定協議会4回やってるんですけど、住民の方に合意を取ったかっていうと、どういう合意を取った取ったって言うんですけど、こういうものを見せないで何が合意を取った取っただっていうふうに思っていて、その辺もちょっと発表しました。でユーザーで、やるとさすがにこれ不眠症255人っていうのが出ます。カモで39人だったんですけど、ユーザーだともう不眠症255人、これは先ほどの影山先生が1000人規模の疫学調査で、まあ、このぐらい の, 大松だと影響を与えるっていうところから試算してますから、結構確実な値なんです。これが不眠症リスク255人、まあ、これを大きく提示をしました。でさっきの環境省参照値だともう1万3000人っていうのが出るんですね。影響を与えるのは13万人、もう坂田もう真ん中ど真ん中も坂田のど真ん中も含んじゃって、影響を与えるのは13万5千人で、そのうち10人に1人で換算すると1万3千人というのが出ます。でこれこういうことに関して諸外国がどうしてるのかっていいますと、これデンマークです。デンマークはもう風力発電先進地で8メガワットの風車洋上風力を建てるにあたってどうしてるかっていうと、デンマークでは44デシベルとか39デシベルの、から大きくならないように離岸距離をちゃんと取るってことをしていて、その結果として15キロきちっと騒音のことを考えて15キロこれ離岸距離取って作ってる。これデンマークの事例なんですね。なので離岸距離ちゃんと取ればいいんです。取らないと大変なことになるっていうことなんです。これドイツなんですけど、ドイツも、まあ、いっぱい今洋上風力がもう大流行りって言ったりとか、まあ、こういうふうに立ててるんですけど、ドイツはどうなってるかっていうと、これが離岸距離なんですけれども、60キロとかですね100キロとか離して建てている。これ20キロぐらいのはもう稀で、40キロとか120キロに建ててるというのはドイツの事例です。でまあいやいや近くにも建ってるよっていうのがこう日本風力発電協会からの資料届いたんですけど、ああ近くに建ってますね、建ってる、確かに建ってますね、建ってるんですけど3メガワットなんですよ。これ立ってるけど、これは確かに600メーターとか1200メーターのところに立ってるんですけど、3メガワットです。はい。これは沿岸に近い洋上風力発電所として、まあ、日本風力発電協会ってこれ風力発電まとめてるところで発表してるんですけど、3メガワットなんですよ。どこにも10メガワット超えるような巨大風車を2キロとかに立ててる事例は、私もいろいろ調べたんですけど、ありません。でこの欧米12カ国が22キロ離して建ててますよっていうその研究論文は昨年の10月に発表されてまして、それをたどってもこういう、まあ、これはちっちゃいのはこういうふうになってますけども、大きい巨大な風車は2キロとかに建ててる事例はどこにもありませんでした。なのでユーザーとかでやるのは本当初めの初めになるんじゃないかというふうに思っています。で風力発電についてはこれも通信にも載せましたけども、こういう着床型っていうこのそこからこうタワーで建てるものと、あとプカプカ浮かせて建ててチェーンでつなぐっていう浮体式っていう2つのタイプがあります。でドイツこういうふうになってるのはこれ全部着床型でできるんですね。浅いんです。遠浅だからできるんです。遠浅だからこうやってできるんですけど、日本の場合はすぐ深くなるんでこれはできないので、できないから
2キロでやりますっていうふうになってるんですけど、いやいやこのやり方があるじゃないですかと、ね、こういうやり方もうこんなのもあるんですけども、付帯式っていうのはこういうやり方なんですけど、で調べてみました。でノルウェーという国があります。ノルウェーは、フィヨルドで知られるところなんですけども、日本と同じようにすぐドンブカになるんですね。ノルウェーでどうしてるのか大使館にも確認したら、こういうあるんですけど全部浮体式です。着床式の風車は一つも建てられてないんですね。でノルウェーは浮体式の風車で昨年商用運転のものを作ってまして、 8.8 メガワットの風車をこれ海岸から140キロ離して水深260メーターのところにこういうのを平気で建ててるということなんです。いやいや、だって日本でも離岸距離をちゃんと優先したらこの浮体式にしてどんどん建てればいいじゃないかっていうのが私の提案です。で昨日おとといの県への、質問状もその浮体式にして22キロ以上離すべきでしょうっていうことを提案して、回答を求めるという質問状を出しております。でまあ、これ浮体式っていうのは、日本だとですね東田建設というところが取り組んでいまして、五島列島というのは九州の方ですけど五島列島沖で、今実証実験を、やっていて、もう商用運転してるところもあるんですけど商用運転も手前のところまで来てます。なので技術的にはもうこれはもうノルウェーの企業は2017年から商用運転を始めてますので、全然その技術的に未熟なわけでもなく技術的にも確かなものとしてもう実例があるということなんですね。で、まあ、振り返って、これが実は秋田の由利本荘の計画です。これも 1.5 キロおきに 12.6 メガワットの風車を60基以上ここに建てようとしているのが由利本荘の計画。これはもう2026年から建設入ろうとしてて、これが巨大風車2キロで初めて建てられるところになるかもしれません。でこれがユザです。はい。でまあ、ね、すぐ深くこれが離岸距離なんですけど、もう全部も近いところに実は北海道のこの辺りからずらーっとこういう計画があって、福井のあわらっていうところまで同じような洋上風力発電の計画があります。全部これ離岸距離が2キロとか坂田が0キロとかになってて、いやいやそれはダメでしょっていうことで、実はこの美しい海岸の風景を守ろうっていうこういう署名活動も、今秋田の方と一緒に始めたところなんですけれども、今この賛同者も募っているところです。でまあ、要は昨日おととい伝えたかったのはこの睡眠障害の科学的なデータを無視するなってことなんです。不眠症255人も出ますよっていうふうに、学会誌にもきちっと掲載されている1000人規模の疫学調査で明らかに睡眠障害という意味では風車騒音は確実に睡眠障害になると、影山先生という方は元国立環境研究所っていう環境省直属の研究所の主任研究員だった方なんですけど、その方が研究した結果、その環境省委託事業として研究した結果に対して何を失礼なことを言ってんですかっていう話なんですね。で、まあ、しっかり受け止めて答えをくださいということで、県には出しております。で私もダム問題に取り組んだりするところから始まって鶴岡の水道問題から始まって、いろいろ政治の活動をさせていただいて皆さんにお支えいただいて、これまで活動していますけれども、私の問いかけはその事業っていうのは持続可能な開発なんですかっていう、そういう問いかけです。もう予算がもう限られています。でこれからもう何十年かの間にやる事業として、いや予算かけるみたいだけどその事業っていうのは持続可能な開発って言えるんですかっ
っていう問いかけを毎度、するようにしています。で、実はこの持続可能な開発っていうのには定義が存在します。で、まあ、一番冒頭にドイツは脱原発したけど日本は原発回帰してるっていうことをお伝えしました。僕はこれ持続可能社会の定義っていうのはこのスウェーデンのナチュラルステップっていう環境団体が、これ定義を作っていまして、カール・ヘンリク・ロベールっていう博士が50人の科学者とともにこのコンセンサスをしてこの4つのシステム条件っていうのを作りました。作ったのは1989年です。でスウェーデンではこのコンセプトを全国配布してで、これからの社会は確実に持続可能な社会を目指していきましょうっていうことを、提唱されて、一応スウェーデンは環境先進国と言われていて脱原発についても動いてるし石油脱石油っていうことにも熱心に取り組んでいます。で、まあ、ちょっとだけ紹介しますけれども持続可能社会というのはどういうことなのかと言いますと、一番の定義は自然の中で地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けないということです。地殻から掘り出した物質の濃度、物質ってこれ何かというと石炭、石油、あとウラニウムもそうです。枯渇性のものを使ってたら持続不可能ですよね。そういう一番の定義です。あとは2番目が自然の中で人間社会の作り出した物質の濃度が増え続けない。これはまさに公害の問題なんかを考えると人間が作り出した化学物質がどん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 充満してきてますよね。で、まあ、私たちの周りでも農薬の問題だとかさまざまな問題があるんですけども、それはもうどん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 満ちていく、エントロピーの法則でどんどん満ちていくばっかりでもう限界点来ますよっていうことで、これをやっていくと持続不可能ですよね。これが2番目です。で、3番目に自然が物理的な方法で劣化しない。これは自然循環の基盤となる生物多様性とかが失われてしまうと私たちの暮らしは成り立たなくなるというところから来ています。まあ、物質循環を支えているのがまさに生物多様性なんですけれども、なかなか脚光を浴びないところではあります。まあ、これ自然破壊とかしていると持続不可能ですよっていうことです。で、もう一つ最後に社会的なルールとして人々が自らの基本的ニーズを満たそうとする行動を妨げる状況を作り出してはならない。ちょっと分かりにくいんですけども人間が満たそうとするニーズっていうのがあります。で、それを妨げるようなことをしていけない、コンフリクトを起こしたりとか、まあ最悪のことは戦争です。で、私はこの4番目の定義っていうのは日本で言えば憲法で社会的に、私たちのまあ私たちを制限されているというよりか憲法によって政治がきちっと羽交い締めされているわけですよね。で、それを鑑みるとこの憲法っていうのはまさにこう人々が自らの基本的ニーズを満たそうとする行動を妨げる状況を作り出してはならないというところに当たるかなというふうに思っています。まあ、この4つの定義に基づいた社会が持続可能な社会として位置づけています。で、原発ってどうなのかなってちょっと考えてみるともう一番はウラン自体がもう採掘自体問題があって、ね、地殻から掘り出すからっていうことで一番に遅れますし、まあ、原発は事故の時に大量の放射能を拡散しますよね。で、まあ、ウランはもう採掘の時から放射能物質拡散しますから2番にも抵触します。で、3番はまさにその採掘現場の自然破壊がガンガン起きていまして、オーストラリアもそうだしドイツの中にも採掘現場ありますけどものすごい自然破壊が行われています。で、まあ、放射能汚染で自然や人間生活を破壊します。で、4番目のルールから言わせていただくとまさに住まいまでも奪われることを日本は経験したわけですよね。で、原発に近く原発近くにあるだけで
地震津波が日本であるために不安になります。人々の安心が脅かされるっていうことになってます。で、まあウラニウムの採掘の現場から原子力発電所の運用まで、また事故があった時は除染しなきゃいけなくなったり、今も福島原発、福井の周りは6000人の方々が働いておられますけど、全てこれ被爆労働です。これはもう人権侵害を伴う労働と言っていいと思います。まあ、こういう点から4つ全て違反しているのが原発だと。だからドイツは持続可能な手段として原発は選びません。もう脱原発されたということです。はい。で、まあ、戦争のことはちょっとこの報告の中でも、防衛政策大転換のお話もちょっとだけ触れさせていただいてますけどもね、これまあ後でもしあれだったら議論したいと思いますが、5年間で43兆円で GDP 比 2% を目指すって言ってますけど、もう内閣法制局長官の坂田さんという方がもう9条は私文化されてしまったという発表を岩波書店の世界というふうに発表しています。で、まあタモリさんが昨年の徹子の部屋で新しい宣伝になるんじゃないでしょうかと私たち警告を鳴らしてくれました。で、半田茂さんというこの防衛ジャーナリストの方は米国からガラクタの大量買いをしているというのを、これも岩波書店世界に書いたり、あと YouTube で発信をしていまして、実は半田さんは5月22日講演をされる、鶴岡で講演されるんですけども、ぜひお見逃しなくていいです。あと自民党宏池会とそもそも戦争ダメなところだったのに、岸田首相っていうのは宏池会なんですけど、宏池会何してんだという話で、これは報道特集で、河野洋平さんが厳しく指摘をしていました。で、まあ、台湾有事ってまたなんか麻生副総裁が煽ったみたいですが、台湾って今 TSMC ってものすごいもう半導体の巨大企業っていうかもう世界一の企業があるところなんですね。でここがなくなるともう中国の経済も成り立たないし、このアップルもこの TSMC なしに作れません。そういうのを抱えてるのが台湾です。で、まあ、指揮者のお話ですけど、この台湾、この TSMC あるようなところを戦争に巻き込んでボロボロにしてから乗っ取るみたいなことは中国絶対しないということをおっしゃっておられます。まあ、なんていうの、なんかもうリアリティ抜きに、なんかもうウクライナ情勢があったがために、どんどんこうなんかこう、日本は次は中国が台湾に攻め込むんだとか、なんかいろいろ言ってる方がいますけども、いやいや、それって本当にリアリティの話なのって、言いたいと思いますし、あとはウクライナ戦争から学ぶべきことは、真っ先に原発が狙われるってことだと思います。ミサイルの矛先は世界一の原発、皆さん世界一の原発ってどこだか知ってます？そうです、柏崎原発が世界一です。7基も炉がある原発というのは柏崎以外にありません。柏崎世界一の原発に向けてミサイルぶっ放すのは有事になったら真っ先に行われることだと思います。その対処できてんですかって話なんですよ。ミサイル 400発とか買う前にですね、僕そっちの方がリアリティあるでしょって話だし、政治のお役目というのは私は戦争を起こさないように頑張るのが政治の役目だと思います。外交努力とことんやって、とことんやってやり尽くすのが政治の役目だと思います。それが今もうどんどん変なことになってる。で、もう一つだけ、バックキャスティングっていう考え方があります。で、日本語で言うとこれフォアキャスティングとバックキャスティングっていうのになってるんですけど、これそもそも先ほどのスウェーデンのナチュラルステップが生み出した方策なんですけど、確実にその将来のあるべき姿をここに点を置いて、そこから遡って考える、これがバックキャスティングです。ドイツがこの12年で17基あった原発をゼロにできたのはまさにこのバックキャスティング
で政治を政治が動いて政治が国民を動かした成果だと思います。確実にドイツはこれをバックキャスティングの手法によってもう2011年の時に17基あった原発をもうゼロにするって2022年の末にゼロにするって決めてちょっと3ヶ月ぐらいな4ヶ月ずれましたけどバックキャスティングで脱原発を成功した。それに対して日本はどっちかというとこれなんですね。まだ現状の課題や実績から考えるって今やれることだけやるみたいな。でこのどこに目標あるんですかってもう無意味になって原発ですかみたいなことになっててちょっと待ってくださいよって話なんですよね。これこのバックキャスティングはもう20年前もナチュラルステップでしか唱えられてなくてなかなか普及しなきゃなって当時も私もナチュラルステップの一員として、頑張ってこれ普及させなきゃって思ってたんですけどかなりこれは企業の間でももう普及しちゃいました。かなりバックキャスティングで頑張ってここまで行きましょうってみんなそういうのは今普及しましていや政治が全然これやってないよねっていうのが今私が思っているんです。でまああのはい、まあ、あの今日お話しするその中身の中では、この辺りまでなんですけど、まあ、有機農業についてもバックキャスティング考えたら実はあの国がようやくですね、あの国の緑の食料システム戦略を立ててそうですこれ有機農業の取り組む面積の割合を 25% に拡大これもう今 1% いってませんからね。なのにこの 25% 拡大っていうのはすごい目標を掲げましたねってことなんです。私は評価してます。でこれ決めたんだったらバックキャスティングでやんなきゃいけませんよねっていうことです。今までこういう目標もきちっと定めないのが日本のやり方でしたのでよく定めてくれたなっていうふうに思ってます。であともう一つはネイチャーポジティブということなんですけどあのこれにもネイチャーポジティブの CA ってあ何ですかそれはっていうふうに思われた方もかなりいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、昨年の、生物多様性締約国会議のテーマは2030年までに 30% の陸と海の生物多様性を回復させる、まあ、今も 何万種だったらもう生物種は今この時間もどんどん消滅してます。でこの消滅を早く止めて回復に向かわせる回復基調に乗せなきゃいけないっていうのはもう世界中 のテーマでした。でなかなかこれ目標を定めることができなかったんですけども昨年の12月の締約国会議でようやくですねこれを、ネイチャーポジティブ経済に移行させましょうっていうことを決めました。で実はこのネイチャーポジティブ経済いや自然守ったって何の金の足しにもならないでしょうって思われがちですけれどもこれは世界経済フォーラムというところが2020年ですねネイチャーポジティブ経済への移行によって2030年までに10兆ドル年間10兆ドルのビジネスチャンスと約4億人の雇用を生み出すと発表しています。まあいろいろあると思います。観光の面だとか、ね、自然を守ることによって経済効果っていうのも今いろいろ実はビジネス界の人たちがいやいやこういうテーマはカーボンニュートラルとともにテーマになったから頑張んなきゃねって今一生懸命あの、検討し始めているところなんですけど もうこういう目標が世界の締約国会議に決まりましたので今国も環境省も一生懸命これに向けて動いてます。なので市もラムサール条約の湿地があるこの鶴岡市でも積極的に取り組みましょうっていうのが3月議会の私のテーマでした。でまあ、あの私がやっぱこれからやっていきたいのはまさにその限られた予算の中で鶴岡せめて鶴岡だけでも持続可能な社会にしましょうということをテーマに取り組んでいきたいというふうに改めて思っています。でまあ、あの今 SDGs っていうのもねあのちょっとなかなか分かりにくいですけど、取り組みにはなっていて SDGs
未来都市の一つがこの鶴岡でもあります。あとはこの脱炭素ですね、カーボンニュートラルで。間違っちゃいけないのは脱炭素といって原発じゃないでしょうっていう話です。再生可能エネルギーはやっぱり増やしていかなきゃいけない。でやり方としてはソーラーパネルを、まだ屋根の上に乗ってないとこありますから、ソーラーパネルを屋根の上に乗っけていくことだとか、あとソーラーシェアリングといって農地の上にソーラーパネルを張るっていうのが今、千葉の匝瑳市だとかですね、いろいろなところで始まってるんですけども、鶴岡でも可能性はあります。で、あとはもう一つそのネイチャーポジティブ、この生物多様性の再興というのを、しっかり進めるっていうことを基盤に、持続可能な鶴岡というのを果たしていけないかなっていうふうに考えて、おります。ちょっとこの議会報告からずれたところもあろうかと思いますけれども、ひとまずって言いたいんですけど、プレゼンの資料はここまでなんですが、もうちょっとだけお付き合いください。今年の冬ですね、私ハマったことがあって、それは、この冒頭に書いてあります、ラムサール条約チッチ上池下池の価値を再発見保全を提案っての、この写真すべて私が撮った写真です。で、実はホームページの中に観察記録を書いていまして、それだけちょっとだけ紹介させてください。これは私のホームページなんですけど、まあ詳しいのはどうでもいいんですけど、まあ こんだけ観察しましたってことですね。1月の実は3日まで今年は西目 の災害があって、3日まで私現場にずっと通いまして、でその後、まあ、2日間、うん、で3日からあこっち頑張ろうということで、観察記録を後でこれを詳しく見てください。でどういうふうになってるかと言いますと、例えばですね、よいしょよいしょ、これは一番一番マガンという鳥です。これ明け方から飛び出すんですけど、ちょっとずらしてとこんな感じ、こうやってこんな感じで、マガンとオオヒシクイというガンがですね、この大山、これは上池ですけど、大山上池下池に来るガンなんですけど、天然記念物です。天然記念物指定されています。白い空気というのはコハクチョウです。私もコハクチョウ来るのは知ってたんですけど、ガンがこれだけ来るのは今年、これ日々通う、毎日通ってへぇーっていうふうに思いました。こんな感じになっていて、
この辺が魔眼っていう鳥なんですけど、これ今と飛んでるのがありますけど、これはあの琥珀鳥ですね。ちょっとこう鼻先に特徴のある魔眼っていうのが、カムチャッカ半島から飛んできます。で、日本は今あの秋田の大潟村が一つの越冬地になっていて、そこから新潟の酒田とか福島方ってところに向けて飛ぶやつがこの小山上池下池に寄ってくれます。で、この魔眼の最大の飛来地は宮城県の伊豆沼とかなんですけど、これが魔眼で、今年ちょっと見ててですね、珍しいのはこの四重カラーがあっていう、これはもうこれ四重カラーがっていうんですけど、まさか見れると思ってなかったんですけど、まさか見れると思ってなくて、ずっと見てたら、えっつって10羽いたんですよ。10羽いて、これでっかい望遠鏡で見てるんですけど、いてびっ、あーって思う、すぐ飛んじゃって、これ四重カラガン、これ四重カラガンってやつなんですけど、あの四重カラって鳥がいますよね。四重カラって鳥がちょうどこういう顔してるんですけど、ガンでこういう顔をしてるので四重カラガンと名付けられてるんですけど、実はこの四重カラガンというのは、宮城にもいっぱい飛んできてたんですけど、ある時にその繁殖地で、繁殖地で、問題があってキツネが放されたりなんだかして、はい、絶滅寸前まで行きました。で、国内で観測されるのが3羽まで減った鳥です。で、それを実は昨年のラムサール賞を受賞されたクレッチ正幸さんという方が、ロシアにこれ繁殖したやつを持ってったりとかいろいろして、今1万羽までやっと増えたという大変希少ながんでして、これは実は私の記録が環境省の記録にも載せていただきました。この上池でこれ見れるのはもう ほぼほぼないので、この四重カラガン、はい、これは私の今年の大発見なんです。で、ちょっと息抜きてついて、あとはですね、あとは写真でちょっとだけお見せすると、大和紙、これ私も撮ったやつなんですけど、大和紙、これで撮ったんですか？これは大山上池です。上池で朝こうガンを狙ってる時に、あれと思ったら、あれっつって、あ、大和紙だみたいな。で、ちょうど向かってきたので、私の安い用600ミリでしかない倍率のレンズなんですけど、それでもこうやって撮れ、こんな大きく、これトリミングしてないんですけど、こんな撮れまして、実は大鷲はですね、下池で枯れ枝に泊まる場所が決まってて、泊まると2時間ぐらいいるんですよ。で、泊まるともう写真撮る人たちがもうわんさか集まって、今年も50人ぐらい集まってるようなシーン見ました。結構この大山の名物になってます。これもいつもは北海道にいるんですけど、小山上池、下池はカモが2万羽以上来るんですね。このカモの弱ったやつを狙って、北海道からやってきます。で、あとはこれオジロワシです。これオジロワシも普通は北海道にいますけど、カモ狙って来ます。で、あとはこれはハヤブサです。
は大鷹、これ大鷹はあの結構見れるんですけど、見えるっつってもあら、あらら、すいません、見れると言ってもですね、見れると言っても写真撮るのはもう大変なことでですね、はい、あの結構あとガンはこういう結構綺麗です。これはオオシシクリというガンです。まあ、非常にここ美しいんですよね、本当。これはオオシシクリ、オオヒシクイとマガンがやってきます。で、このオオヒシクイは最大の越冬地は新潟の福島潟っていうところなんですけど、そこに向けていく、まあ、まあ、ですね。はい。で、ちょっとね、あのもう時間もなんですけど、せっかくの、あ、キツネも言いました。キツネも登場。すぐ逃げましたけど。あとちょっと珍しいやつでいうと白眼っていうのがいまして、これはちょっと大山上消しもじゃなくて酒田の方なんですけど、今年はこの結構寒波、あ、これ実は四十からちょっと言います。これが白鳥みたいに見えますけど、これ白眼っていう、あ、鳥、翼の先っちょが黒い、これ白眼って、これもシジュウカラマンと同じようにまさに絶滅危惧の眼です。これを見ることができました。で、まあ、鳥見にハマった私はですね、どこがメッカかっていうとやっぱ伊豆沼なんですね。これラムサール条約指定湿地で、まあ全国で一番有名なのはこの伊豆沼だと思います。で、伊豆沼では韓国の方とアメリカの方も集まって、このガンの保護についての国際シンポジウムっていうのがありまして、私も美容見まねでという感じで参加をしまして、これエスカーションは朝ごはんの前にあるんですけど、それにも参加して見てきた映像がこれなんですけど、1月19日の映像なんですが、これぜひ皆さんと共有したいと思います。いいですか。はい、
こんな感じですね。あの環境省の担当者もいたんですけど、環境省の担当者もわーって言ってますね。さすがにこれはもう圧巻で、本当すごい風景です。で、まあ本当これは伊豆沼ではもう本当あの一番の観光資源になっていまして、この場所がまあ非常にこういい場所なんですけど、これあの白いのはこれ結氷してるんですね。あの氷張ってるんです。あったかいんでなかなかこう結氷しないんですけど、あのこの時は結氷してて、だから飛ぶ場所がもうここにいるっきゃないっていうことで、ここからガーッと飛ぶんですけど、ものすごいです。はい、あの伊豆沼、まあ大体20万羽来るって言われてて、まあ1000羽の大山上池はまあね、それから比べるとって感じなんですけど、でも1000羽来るシーンはなかなかいいなっていうふうには思っていまして、大事にしなきゃなっていうところです。はい、すいません長くなりましたが、私からのご報告はここまでとさせていただきます。あの、何なりとご質問などいただければ、あと私今日触れてないところもあろうかと思いますので、ご指摘いただければと思います。ありがとうございました。どうぞ、何でも。あいう、あの女の、分かる、これ、はい、理想はどっちでも分かるけど、今、市民は、日々の生活が大変ですよの、まずあの、プーチンのおかげで、プーチンのおかげで、だろ、ひどい目あってるわけですよ、うちの奥様も、やりくりが大変だって。あの命日だよ、それも遅れだって、あのもう出しにするよ、友の上ではもう、なんだわけで、それは分かんないよな、で、まあ、この鳥見ると、鳥インフルを思い出すわけよ。あの、言えば、みんな殺処分なんだよ。鳥インフルがある。だろ、団体と全部、この鳥、殺処分。だからこれは、天然のものだからあれだけどの、チバ、タマゴ使われるんだろ、全部じゃん。値上がりってこと。そう。だけ俺、奥様から上側にも、草妻さんさ、一言言ってくれって。だから、本当に日々の生活が大変だから、これも分かりますけどね、はいはい、その辺も。まあ、鶴岡市動物でやったのが、給食が、小学生。うん、実は、来週、今週、来週の水曜日に臨時議会があるんですけど、これにまた、この物価高対策についての、臨時議会で予算の議論をします。で、その中には、またさらに給食の無料を続けるというのも載っていて、だから切れ目なく4月からも9月まで、とりあえず給食無償っていうことで進め、我々は子供に見たら終わってしまったからあれだけど、この物価でもそれさ子供へで給食で取られるよ、いやますます大変だぜ、ほら二人働いてればいいぜ、ポスタテやとフスタテもいるわけだ、なあ、それだって、それもいや、もっと助かる。今日ずっと気づいて思ったのよ。なんか繋がんねえと思って。なるほど。助かるの分かるけどな。まあ、物価高に対しての対処策は、今喫緊の課題としてやっていくべきで、まあ、それは一応国も、まあ、ベッドを見ましょうということで、まあ、選挙対策もあってか、まあ、いろんなことを言い始めていて、まあ、一応、自治体への、まあ、策としてそういう、お金は投じられていて、それに対して市もですね、まあ、給食の無償化って非常に分かりやすいし、なんていうんですかね、まあ、非常にいい方策だ、もう私たちも
歓迎しましたので、これ続けていこうということにしてますし、今回は、ですね、給食無償化だけじゃなくて例えば農業者に対しては乾燥施設への支援と、あと今回新しく出てくるのは、福祉関係ですね、障害者福祉施設、あとは高齢者福祉施設、あと児童施設に対しての、何十万円かの、補助をすると、要するにその、その送迎の車だとか、その電気代が上がっていることに対しての対処をしようということで、これを組まれていて、これは反対する人いないと思いますので、来週の水曜日だったと思いますけど、可決すると思います。で、そういう対処策が行われるということですね。だから今度5月のゴールデンウィークの始まる時は大型連休で、コロナがこの通りほら今、自主判断だから、やっと、先が見えてきたのにも、どうすんやったなって我々人気グラスの仕事なんかもう悲惨なもんだ卵も買いね、そう言えばだから、それは買えればいいことだんけども、みんなそうやって我慢できやんかなって思って、このね、畜産系、酪農系についてはまたなんかバターがなくなるんじゃないかってね、言われてたりとか、やっぱね、もっと守んなきゃダメですよ、食料なんか。食料安全保障という意味でも、なんか有事が起きたら、もう真っ先に餓死するのは日本だって言われてるじゃないですか。今もう、例えばその、特に観光農業って、要するに通常の農業で使う化学肥料とか、農薬とか、今種も全部輸入なんで、もうだからその原油とかそんなのはやっぱりあれだろ、ロシアの原油だろ、ドイツの原油なのか、かなりロシアの問題ありますよね。だってもうほら、不明日やバイデンだろうが何だろうが、これはね、国連が止められないのも非常にあれなんですけど、ドイツのとこは誰も不明日や、ソビエトのか、ソビエトじゃない、ロシアのとこは、そうだわけ。さっき言ったときはドイツ、ドイツ、ドイツはどっちも置いてやんけ、原発ゼロは分かんけど、ドイツはロシアのあれをどうってやんけ、あの人ドイツは確かに出ねえはずだね、一応 NATO の中に入ってますけどね、入ってますけどね、そうですね、原発ゼロ、あの国代が分からんけど、そうロシアとかどうのこうのしねえってドイツだが、俺ちょっとドイツを歓迎するもんか言えば、いや、ドイツはやっぱ独自の再エネだとかにやっぱ力入れて、さっき言ったように 40% 超えるぐらいまで切っちゃってるわけですよね。で、よくこれ言うと、いや、フランスの原発の電気を輸入して使ってんじゃないかっていう人いるんですけど、実はドイツは再エネのこんだけ増やしたのだとかを含めて輸出の方が多いんです、フランスに対しては、だから原発進めたい人だとかはよくそういうふうにこう反論してくるんですけど、いやいや、ちょっと待ってよ、ドイツは輸出の方が多いんです。で、フランスはまだね、原発7割ぐらいやってるけど、原発って止めて検査しなきゃいけない時とかあって、そういう時はもうドイツの再エネの電気とかガンガン買ってやったりするなんてこともあるし、で、結局ね、国で支えないとできないっていうのが原発なんですよ。で、だから国がお金出さないとできない、だから要するにそのビジネスとして原発ってのはもう社用産業って言われてて、だからドイツのジーメンスっていう会社は原発の最大のメーカーだったんですけど、今風力発電の最大のメーカーに切り替わってます。そういうやっぱ産業転換も含めてドイツのエネルギー革命ってのは本気でやったんですよね。エネルギーベンデって言い方しますけど、それに対してこの福島当事国の日本で何やってんのかっていうことなんですよ。だから私その労組の人たちとかもいると思いますけど、産業の人たちもいると思いますけど、ドイツの身に習って、いや、原発産業で食ってるような人たち、風力発電の機
企業に切り替えて食ってくださいよって電力会社の皆さん言いたいんですよ。だってドイツはそうやってるんですよ。あのメルケルだってか、うん、メルケルさん、あれドイツだってメルケルさん、そうメルケルさんか、うん、メルケルさんは緑の党の人じゃなくて、どっちかというと保守派の方です、うん、保守派の方なんで、あの人実はあの理学部系の物理学かなんかの方で原発と詳しい方なんですよ。で彼女はあの原発推進論者だったんです。なんですけど2011年の3月のあの事故を見て、ハイテクの日本でも制御できないんだってもう完璧衝撃を受けて、もうそれからもうね、すぐになんだっけな、あの停止できるのは停止して、で彼女が良かったのは倫理委員会というのを立ち上げたんです。原発のその科学者たちの委員会ももちろん立ち上がってるんですけど、倫理委員会っつってあの原発に関わらない人たちのグループを作って、それは哲学者だとかいろんな方だと社会学者とかそういうグループを作って徹底的に議論させて提案をしていただいたんですけど、彼女はそっちの倫理委員会の提案の方を上位に置いたんですね。で原発っていうのは持続不可能なんだっていう認識を持って、そこからもう動いて2ヶ月後くらいにあそこの閣議決定とかするんですけど、脱原発の閣議決定やって国会にかけたのが4ヶ月後で、4ヶ月後にあの国会もそれは多数反対した人もいましたけど、多数で脱原発法案を可決してという流れです。だからメルケルさんの功績ってのは非常に大きいんですね。あの時17期もありましたから。